モデスと将棋と麻雀面白い順に並べてください。これは難しいよ。どれもその、これが面白いなと思う時期があって、その、時期別に分かれてるって感じ。ボードゲーム系はなんか、その、いろんなのやってる方が楽しい気がする。一つのものを極めるっていう。一つのものをずっとやってるとすごい疲れてきちゃうから、いろんなゲームやってた方が面白いと思う。で、面白さ的に言うとね、まあ、桃鉄が多分一番面白い。うん、その、単純な楽しさ的な意味では。で、次に、将棋。次に、麻雀って感じかな。いや、麻雀の方が楽しいかな。麻雀は自分強いんで結構。うん、なんか結構作業になっちゃうんですよね。時々やると面白いっていう感じかな。うん、将棋とかはなんかいくらでも改善点があるから、その点は面白い。やっぱり自分が上手くなっていく過程っていうのが面白いじゃん。桃鉄もその意味では結構もう技術的にはなんかもう磨くとこって少ないのかなと思ってて。うん。その意味ではね、あんまり技術を磨く楽しみってないけど、逆に結構勝てるから、その意味での楽しみがあるけど。で、ルールは戦略覚える時間が楽しくないですか？それが一番少ないのはどれですか？まあでも戦略覚える時間個人的には楽しいから、それがちょっとね、まあ、ちょっと、質問者の飽きのるとは若干感覚が違ってるのかなと思います。麻雀の方が桃鉄より人気な要因は面白さというより伝統や知名度ですか？まずね、ルールが変わんないことだと思うよ。うん。桃鉄って常に新しいのが出て、ルールが変わっていくじゃん。だから、その、なんて言うんだろう。ルールが変わんないっていうのは、その新しくルールを覚える必要がないということで、その意味でね、麻雀の方が当然人気になるわけだよね。うん、麻雀と桃鉄って非常に似てるんだけどね、ゲーム性がね。